街中ゆうすずみ来てくれた皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。
夢は世界を調教してみんなを楽しませたいと思って活動してます。よろしくお願いします。そして佐野、久しぶりに来れましたが楽しんでますか？ありがとうございます。いや、お昼頃に着いたんですが、ちょっと涼しくなったんですけれども、それでも暑い中見てくださってありがとうございます。そしてなんかホームにお祭りね、行く前のみんなも暇つぶしに聞いてってくださいとか、聞くしかないもんね。楽しませます。ありがとう、よろしくお願いします。で、お姉さん、初めましての方よりもうちょっと自己紹介させてください。作ることが全体的に好きで、オリジナル曲は全部作詞、ほとんど作曲してたり、衣装とかも作ってて、今着てる衣装は、今日なんかさ、佐野とか栃木とかっていちご得意じゃん。だからいちごをイメージして作った衣装を着てみました。似合ってますか？ほら、エプロンいちごあんの。あとなんかドットとかいちごの衣装なの。伝わる？ ありがとうございます。なんだろう、そういうとこも含めてみんな楽しんでいってくれたらいいなと思います。よろしくお願いします。それでは次は自己紹介も兼ねて、お姉さんが初めて作詞作曲した曲を歌いたいと思います。いちごですという曲なんですけれども、この曲は自分の歌の人生を歌ってます。だけど聴いてるみんなも元気や笑顔になってくれたらいいなという思いを込めて考えました。サビの最後の方に素敵な振り付けがあります。一緒に進もう明日へ頑張るというところがあります。どんな意味があるかというと、みんなで一緒にえいえいおー頑張るという意味が込められてます。なのでぜひ頑張るポーズだけでもやってくれたら嬉しいですが、みんなやってくれますか？ありがとうございます。それでは聞いてください、いちごデイズ。特別な呪文が溢れてる。
次はもっと熱くなれる曲をやります。みんなエクササイズリング持ってますか？持ってますか？持ってないよね一応だっているいるからお姉さんにとってはお客さんだもんでは持ってない方でも真似できるとっても楽しい曲です。次の曲はお姉さんと一緒にもも上げしたりエクササイズして、最後は足に力を込めてビクトリーで優勝できる曲です。街中夕涼み中盤戦ですが、みんなお姉さんと一緒に優勝してくれますか？それでは聞いてください。勝利の七転び起き。勝利をつかもう今が見えた、なんか拾ってる今日は逃がさない。おまえきょありがとう気づいたら始まっていた、ちょ
で終わりたいんですけれどもね、すずめるっていう文字があったからさ、あの次もう一曲歌っておしまいになります。おでは次の曲で最後になります。上げて落とすでも予定、ライブ予定めっちゃあります。すごくライブ予定あるのですが、明日はなんと水戸黄門祭りに3年ぶりに出演させていただきます。野外観覧無料イベントで、こちらもお祭りで、12時頃と15時頃の出番2回になりますので、ぜひタイミング合うよっていう方がいたら、また明日も会えたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしていろいろな予定がありますが、まだまだオーディションとかチャレンジしてみんなに応援してもらわないと大きなステージ立てません。今ですね、夢の砂グランプリというオーディションにチャレンジしてて、これでグランプリを取るとなんと8月27日に横浜アリーナのメインステージに立てます。応援方法が、その対象の動画をリツイート、そして対象の動画をいいね、そして公式サイトで無料毎日投票が必要なんですが、全部無料で、もうちょっと今苦戦してます、半分ぐらいなんですが、もし今日いたみんながいいねリツイートしてくれたら1位いけますので、ちょっと松山入れ調べてツイッターでつぶやきまくっているので、応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。では最後はまたここで会えたらいいなという意味をも込めて歌います。聞いてください。またね。滑り台のてっぺん目指して登ってみる。一段ずつ一段ずつ少し怖いけれど、登りきった先はどんな景色なんだろう。昔とは違うかもしれない。誰だっていつか変わってしまうけど、約束は変えたくない。またねまたねまたね、ここで会おう、ここで CD など販売させていただきます。では最後まで